セントオールバンズにあるセルフ式の第一号店。1947年に開店したニューカッスルにある機関店。イギリス最大の面積を誇るテスコは、イギリスに本拠を置き、小売業を主たる事業とする企業。金融、電気通信、ガソリンスタンド、通信販売などにも手を広げている。フッチ100種総合株価指数組入れ銘柄の一つ。スローガンは、 エブリー・リトル・ヘルプス。5大世界流通大手の一つであり、イギリスのみならず北半球の十数カ国で、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどを展開している。売上高では、アズダ、セ0ンズベリーを引き離して、イギリス国内最大手である。2006年度末時点の国別の店舗数などは、下評の通り、 日本市場へは口述の通り2003年に参入し2013年に撤退している。タイへはアジア通貨機器を契機に参入した。当初は CB グループとの合弁事業だった。大韓民国ではサムスングループと共同でホームプラスとして運営していたが、後にサムスン側が完全売却し完全にテスコ参加となり、数年後 MBK パートナーズに売却し、 韓国からも実質的に撤退。フランスではイギリス人の日帰り旅行者向けの酒屋が華麗にある。2003年に既存企業の C2 ネットワークを買収して日本へ進出。そのため日本独自の鶴亀ブランドの小型店舗が多数あった。しかし2011年8月31日日本からの撤退が発表され、テスコブランドの店舗アイオンへの売却により、 2013年に消滅した。発表時は既存店舗の扱いなどは明らかにされていなかったが、2012年6月18日にイオンが日本法人であるテスコジャパンの株式の過半を1円で取得する予定であることを発表した。2013年1月1日付で株式の50%をイオンが取得し、3月には称号のテスコジャパンが イオンエブリに変更された。ありがとうございます。